チームのみの世界大会があったらゆかさんともう一人誰と出たいですか？トライアウトしてですよね、やっぱり。ベッテルベッテル。ハッピー、アーミー、リブルエース、クライリックさん。うん、その4人のどれかだと。そもそも、もしチームだったら。その4人だね、マジで。マジで役割的に、だって火力出すやつが欲しくなるんだもんだって、パッドが外れるってことは。私、10チーム出来上がるのか。無理だろ。できてもめっちゃ差できそう。UTO じゃないのか。UTO は役割がかぶってるからいらないね。火力以外いらん。キーマン無理ならな。アーミーのキャラコン三重視でパッドがいないんだったらキャラコン三重視強そうだけどな。逆にパッド3人のチーム作るとしたらどうすか？ライカーライカーでいこう。誰なんだろうな。相性になるでしょ、そこから。だってもうさつきはさつきやね。なんかさ、そのエゴを当てたらさ、どうなるか分かんなくね。アイジールをぶつけた時に。でもライカさつきハンマードリルなんてやったらもう黄金になるぞ。性格も加味して考えようぜ、ちょっと。誰だろうな。絶対的アイジールをさつきじゃなくてライカに置くんだったらもう結構悩ましいよね。まあ悩ましいよね。でもミノタもいるんだよな。さつきは入れていい。そうだね。さつきはね、マジで多分どっちもいける。サブオーダー兼火力もいける。火力サブオーダーでさつき置いて、ライカメインアイゼルでミヤケだね。いやミヤケだね。ここでトロール。いらないだね。でミヤケだね。トロールはクヤケ。ライカさつきいいじゃんね、いいじゃない。それが一番強そう。さつきのピック幅が広いから。そう、多分さつきはね、何でもできるでしょ。さつきあいつすごいぞ。何でもやるぞ。おい、2パってるぞ、これ普通にイーストに。おい。